くないの。切れたけど取れたのか。それからご飯は40g お砂糖。うん。40g。どのお砂糖入れたの？なまた新しい砂糖やねそれ。何それ、サトウキビ糖やと。ここ3円どこの貸して。沖縄。これ美味しい？知らん。これはうん食べきたい。変わったお砂糖も出とったけど、ここ3円やったらええかな。これくらい、やたらに甘い。うん。これサンシャインで買うたの。お砂糖なんかこれお砂糖なんじゃない。なんか。さあ、おつゆ一品できた。これをしといて、もう一つ作ったら終わり。もったいないね、それ。うん。知らん。ご飯はもうこの釜をもう自由に、うん、自由に操れるようになった。ええ釜かい、それ。ええ釜って釜になれた。もう一回の失敗したことない。うん、お釜に前柔らかいじゃなんやったら慣れたも慣れたも何もなく最初からできとったんやん。じゃあ前 言われたええかと思うね、柔らかいとか。そうよ。うん。今度から。今は、本当にご飯一回も失敗したことない。うん。自分のものよのご飯。で、釜をね、うん。釜に操られ、自分が操るようになった。うん。でもこの釜になってから失敗したことないんやろ。ない。やったら釜がええんかもしれん。そもそも失敗してないんやったら。用ない。これ一番安いんじゃなかった。忘れた。前のが高かったわね。あの、よう失敗しよったのが。うん。あれは高かったですよ。うん。
何にも一緒にまだ。はい。食べなさいね。はい。はい。ね、でも美味しそうよ。うん、美味しそうなよ。グリーンがあって、ほら。うん。綺麗よ。うん。でもって俺何も言うてないけど別に。いや、おばあちゃんが言ったろ、美味しなさそうなん。うん。俺何も言うてない。まあ限られたレパートリーの中でちょっとずつそうやって変えていくのがなかなかええわ、味があって。いやもう家庭の我が家にあるものでするから、ね、だからそれ強調せんでもよろしい。わざとらしい。いや、これをするから言って買いに行ったことないやん。ああ自分のとこにあるものでやる。うん。そうやろ？うん。もうちょもち。ちょっとお味見させてもらいます。はい。これ見て。うん。美味しそうだね。うん。山椒の葉っぱ散らしてもいいけど、うん、あんまり好きじゃない。まあこんなもん。うん。豆がちょっと硬いね。これで、うん、今日は買い物に行ってないし、うん、も焼いたら今美味しいと思う。ああ、うん、何食べに来たの？知りません。何を？うん、これつけたけどサラダ風にして食べる。うん、気持ちが良かった。牛と食べる。うん。もうこの早く食べておきなさい。うん。忘れた。見ちゃった。